ダルマワシは高め高かに分類される鳥。本種のみでダルマワシ属を構成する。体長は約55から70センチメートル。死ゆで体色が異なり、オスの方がメスよりも羽が黒っぽく翼の頂部が白い。またヒナどの羽毛はくすんだ茶色をしている。翼は長く先が細くなっており、大きな風切り派を持つ。お葉は対照的に非常に短い。 口しは鋭く、鍵型状に曲がっている。足は硬い鱗で覆われており、餌である蛇の毒がにかからないように守られている。食性は動物食だが、小型の哺乳類や鳥類、爬虫類の他に、死肉や昆虫、鳥の卵などと餌を選ばない。繁殖期は地域によって異なり、西アフリカでは9月から5月、南アフリカでは12月から8月、東アフリカでは、 年間を通じて行われる。アフリカ中央部のコンゴボンチやロペオカンダの熱帯雨林を除くサハラ砂漠イランのアフリカに生息する。生息域は広く、西はセンレガル、東はエチオピアまで、南はナミビアに至る。また、モーリタニアの南部、ソマリアの西部、南アフリカの北部にも見られる。イエメンやサウジアラビアなどのアラビア半島南部にも生息する。 学名のエカウダトゥスは、おはがないという意味である。英名、ベテラーは、綱渡り芸人を意味するフランス語である。ABCD、バードリフ・インターナショナル、2016、テレター・パイアズ・エカウダトゥス、ザ・ユー・シエヌ・レッド・リスト・オブ・セレット・ン・ド・スピーシーズ、2016、ET22695289、 9350万 1191https コロンスラッシュスラッシュデラックスドットドイドット org スラッシュ10ドット2305スラッシュ iucn.uk.2016-3.rltx.t2269528993501191 と en.downlohdon05m1 2020テレターバイアスエカウダトス世界で一番美しい私の図鑑。株式会社エクスナレッジ。ありがとうございます。